ファイヤー少年です。お願いしま す。はい、トップバッターなんでね、初めましてですけども、そうですね、ね、トップバッターから僕ら大丈夫なんですかね、本当に、まあ、一番まともじゃない漫才コンビだと思うんですけどね。どうすか、はい、いや、僕はまともなんですますか、はい、まあね、まあ頑張っていきましょう、頑張っていきましょう。はい、僕らね、あの福原と福永でやってるんですけども、まあさっきもオープニングでありましたけど、4回生と1回生でやらせてもらってるんです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。そうですかね。ああ、いいですよ、それも漫才始めました。4月に福田さんと出会ってから、ずっとまだ言ってなかったことなんですけど。あ、ほんまに？これは聞いたから。何？ここで言っていいんすかね。もういい、言おうよ。言っていいですか。うん、僕1回生で、うん、4回生で、まだやらせましょう。ああ、俺今1回言ったから、俺。言いました。1回言ったよ、完全に。アジャパ。アジャパ出ましたね。アジャパ出たら許してあげてほしいんですけどね。お願いしますね。ね、可愛いところあるんですよ、これ。ありがとうございます。はい、でもちょっとやっぱ抜けてるね、ところもあるんですよね。おバカなところがあるというか。ねえ、ありますか？ちょっと黙ってたらね、こう結構シュッとしてかっこいいんですけどもね、言葉喋るとちょっとバカが出ちゃうんですよね。そんなことよりも、え、そんなことよりも、ファイヤーみたいな漫才がやりたい。おお、急に出たの、ファイヤーみたいな漫才。火みたいな漫才ですね。なんなんそれ、火みたいな漫才。火みたいな漫才っていうのは、まず火みたいなツッコミが必要なんですよ。ちょっとまず火みたいな漫才が分かってないから、火みたいなツッコミできんよ。まあ、ほんわかとしたイメージ。まずは、ほんわかとしたイメージ。今、深田さんが持ってるイメージで、ファイヤーみたいなツッコミやってください。え、激しくツッコむってこと？まあ、イメージですね。イメージなんだ？後から僕が見本見せるんで、まずは深田さんのイメージで、ファイヤーみたいなツッコミやってほしいです。あ、そうだ。僕が普通にボケる。あ、ボケんの？普通にボケんの？普通にボケます。あ、そう。まあ、やってみてください。琵琶湖の水、止めるぞ！え、ちょっと待って、ボケでやってないから、ボケでやってない、ボケですから。いや、まず一回、先週の時そんなんじゃなかったよ。まあ、いや、言ってましたね。いやいや、違う、まだそういうのやめてください。テンパるんです、そうやって。いやいや、ほんまにぐちゃぐちゃやろ。もう一回いきますよ。え、もう一回いきます。ああ、今の、もう一回見たんで、同じこと言うの。そうす、すっごい、なんて言った。あ、まあまあ、じゃあ、まあ、それでやってみてください。無茶ぶりがすごい。琵琶湖の水、止めるぞ。そんなしたかやろ。ちゃうとかないから。普通にちゃう。普通のボケじゃなかったから。いや、まあ、まず。なんで突っ込むのが正解でしょ。琵琶湖の水止めるぞ。ボケてるそれ。うん。火植えるぞ。いや、いや、からんから。これが、わからんから。俺の理想の火みたいな突っ込み。どういうことやねん。どこが、まず、会話になってないし、まず。琵琶湖の水止めるには、物が必要じゃないですか。うん、それで、火。手伝ってるやん。水タイプに木、はい、効果罰だ。何が効果罰？ポケモンの話だった。絶対止まる。何が？そういうツッコミをしてほしい。どういうこと？こう、え、意味わからん、ちょっと。まあまあまあ、でも一回、一つのね、やっぱ例えでちょっと分かりにくいと思うんで、次僕がやりますわ。あ、火みたいなツッコミを。じゃあもうそうして、最初から。やってみてください。分かった。まずボケてください。もうそれがきついもん。振りなし。普通にやってください。そんな漫才ないって。一回でボケてくださいって言って、僕。え、まあまあやってください。ああ、今日何日やっけ？今日5月の24ですね。あ、5月24か。はい、あ、ということは、明日クリスマスやな。いや、火吹くぞ。いや、わからん。はい、オッケーでーす。わからん。火吹くぞって何？クリスマス。クリスマスイコール、クリスマスツリー。火。また火出てきた。はい、火に勝つのは火。はい、効果があるぞ。ポケモンのなんかタイプの相性だ。言うたらそういうことですね。会話になってないんです、まず。会話になってますよ。会話になってない。なんで俺のボケを打ち消す？少なくとも僕の中では会話になってます。いやいや、自分の中だけでなってるわけ。いや、まだ火で効果があるぞ。効果抜群。そういうことです。あ、そうなの。そういうのが僕のファイヤーみたいな漫才。全然ちょっと例えでわからなかった。わかりにくいですか？うん。アジャパ。アジャパ、ちょっと待って、もうアジャパ出す。え？まだやりますよ。一応僕らの中でアジャパ出たら漫才。アジャパ出たらもう彼がもうボケれないっていう。僕のギブアップをアジャパ。練習もうちょっとあったくない？あ、もうちょいやりました。ネタ合わせの時もうちょいボケれたやん。もうちょいやります。もうちょい歌ろうぜ、もう突破ったやん。いやいや、もうちょい日本見せてやっぱ、それ分からへん。金みたいにすごい、全然お客さんまだ分かってないから。あ、じゃあ、僕で見てください。あ、ボケて。僕が突っ込んだ方がやっぱ分かりやすいかもしれない。そうやね、俺分かってないからな、まだ。そうです。ああ、じゃあ、そうやな。あ、今日俺めっちゃ寝不足やね。ちょっと、まだまだ起きてないから。俺今日めっちゃ寝不足やね。昨日ね、大体、12時間しか寝てないわ。昨日セミ見つけたの。え、セミ？あ、寝不足、寝不足。
12時間しか寝てない、うん、でえいやだから12時間あ僕突っ込むんですか、はい、あ僕ボケるじゃないですか、あおでこかゆいわ、いやとりあえず虫刺され塗っとけいやわかるはもうギブスギブスじゃあもうはいはいじゃあはい最後とね、何が言いたいの結局この漫才で、あちょっとはい萌えはどまどさん